ました、はい、今日はどうですか、はい、今日はあのフルートでの歌い方をメインにあのレッスンしていただいたんですけれど、あの私は歌おうと思ってなんかこう大げさにやっちゃってたんですけど、なんか今日はその我慢する箇所だったりこう集中する箇所だったりとかこう吹かなきゃいけないところだったりというバランスを歌とかフレーズの中でどうやるかっていうのをあの教えていただきました。あと何でしょう、息の方向性というか息の使い方が歌う時に私結構プツプツ切れてたんですけれど、なんかこう息のイメージというのを今日すごくあの鮮明にこう自分の中で分かったあの感じがあって、すごいあの勉強というかすごいあのいろんなことを学ばせていただきました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。